皆さんこんにちは、ゆっくり実況の、ズキミンです。今回は、みんな大好きメタルギアステージを攻略していきたいと思います。まあメタルギアステージって言っても、なぜかキャラクターは人型爬虫類ですね。キマイラ研究所から逃げ出したのかな？うわー。ご覧の通り、このステージではなんと、メタルギアシリーズ同様、敵キャラクターに見つからないようにスニーキングしながら進んでいく必要があります。このゲームってこんなゲームだったっけ？そしてなぜかこちらの弾は当たりません。まさにアンフェアの極みである。ああ、世間は厳しかった。世の中は平等ではないんですよねー。そんなことをひしひしと感じながら次のマップにやってきました。ここの通路には、実にえげつない感じでトゲが2本生えていますね。まあ作者の機嫌が良ければあと5、6本は置かれていたかもしれない。ああ、2本で済んでよかった。と、そう思うことで、鬼畜なトラップも心穏やかな気分で遊べるような気がしませんか？詰まった時はそう思いながらプレイしています。うわあ。せめてセーブポイントは安心させておくれ。ひどい目にあった。まあ、ここからなんで、被害はないんですけどね。そしてまたセーブポイント。なぜかここに来てセーブポイントが密集しています。3密ですね。と、こちらではコートを開け閉めしながら念力でラーメンを飛ばすエスパータイプの変態がいます。あまり関わりたくないですね。うん。しかし一本道なのでここを進まざるを得ないです。あれ？なんかここだけでもう60回以上プレイしているよ。そのためのセーブポイントだったのか。うわぁ、なんか来たぁ、やめてけろー。とりあえずここのラーメンポケットに身を潜めよう。これは結構厳しい。進むタイミングがつかめません。ただ、時々弾幕が薄くなる時があるようです。その一瞬を狙いましょう。今だ、うおぉ、いけるか、いけるか。いや、非常に厳しい。完全に飛び出すタイミング間違えた。何これどうやって進むの変態とか言ってごめんなさい。あ、よく見るとそのローブおしゃれですねー。実にトレンディーですねー。いやー、これからミラノのパリコレに出るのかと思うわー。何回かやられるうちにタイミングがちょっとわかりました。この飛んでくるラーメンが、カタカナの、と、みたいになった時が進めるチャンスです。タイミングを見計らって一歩ずつ進んでいきましょう。あと一歩のところまで来ました。もうちょっともうちょっと、惜しい。今思ったんですけどこのエスパー人間は実はサイコマンティスのつもりかもしれない。一応メタルギアステージですし、もしそうならここの攻略法はあれです。空間の差し込み口にコントローラーを刺すやつです。誰かプレステ持ってきてー。そして弾幕は全然途切れる様子がありませんね。さらに法則性もなさそうですね。これはガチ避けで進んでいくほかないでしょう。これまでこのゲームをプレイして習得した、反射神経、動体視力、そして理不尽耐性を今ここで見せよう。どうやら理不尽耐性だけは着々と鍛えられているようです。あんまり苦痛じゃなくなっている自分が怖い。お、いけそう。やりました。ついに突破したぞー。いやー、サイコマンティスは強敵でしたねー。うわー、なんじゃこやー。4人も理不尽な初見殺し。何度も何度も遊べるなんてこのゲーム本当にコスパがいいですよねー。すごいなー。そうなんです。パソコンさえあれば、イニシャルコスト、0円、ランニングコスト、0円、素晴らしい。そうこのゲームは、プレイヤーの精神エネルギーが溜まっている分だけ、無料で遊べちまうんだ。ぜひ皆さんもダウンロードして遊んでみてくださいねー。と、いろいろ言っているうちに、最後のラーメンマシマシトラップも攻略できました。そして何もない空間にやってきました。何このマップ、なんで作ったの？コーヒーブレイクのつもりなの？私の心もブレイク寸前だよ。あ、右下に宝箱があります。このゲームで宝箱だけが、唯一の心の癒しです。取り逃しで2周目をやりたくないので、宝箱は絶対に回収しましょう。うわぁ、そこのくぼみは暗記かと思った。ちなみにこれ、上にも道がありそうですね。上の道が正規ルートなのかな？ちょっと登って確認しておきたいと思います。お、あんなところにも宝箱がありますね。
どうやって取るのかな？あれ？もしかして取り逃してる？大復活！教えて、ゆかアルパカちゃーん！皆さん、お晩であります。ゆかアルパカちゃんでございます。このマップの宝箱について、解説するのであります。結論を言うと、このマップは、なんと、隣のマップのここから繋がっているのであります。つまり、この抜け道を知らずにここまで来たプレイヤーはすでに手遅れ、あの宝箱を取る手段は、ナーシング。つまりこの道は宝箱をわざわざ見せつけるためのスペースってことですよね。なんなの？鬼畜の所用なの？残念でした、もう取れませーんって、私はメンタルトレーニングでもさせられているの？悲しいですが、もはや右下の宝箱に希望を託しましょう。まあ、一周目で宝箱コンプリートできるなんて思ってないので別にこれっぽっちも気にしてないんですけどね。うわぁ。気を取り直してあの宝箱を取ることだけ考えましょう。ここは敵に発見されたらダメみたいですね。あくまでスニーキングして進んでいきましょう。さて、取り逃した宝箱の分までいいアイテムだといいなぁ。なーにーこれー。あー、これは毎度おなじみのやつですね。早速聞いてみましょう。間違えた。というクッキーの CD でした。お戦地カンガルーな気分になっている私にはぴったりの元気が出る良い曲ですね。ちなみに元ネタのプップザットクッキーダウンは、シュワちゃんが息子のクリスマスプレゼントにターボマン人形を買うために、奔走するあの映画に出てくるセリフの一つなんですぞー。私も好きな映画の一つなのでぜひ見てみてください。と、そんなわけで、こっちの正規ルートを進んでいきます。ここの針はなぜかジャンプをすると、出たり入ったりします。どういう仕組みなの？誰か私の行動を監視しているの？恐ろしいですね。うわぁ。見た目以上にシビアなトラップでなかなか進めません。ここは高速で2段ジャンプして進んでいきます。こんな感じ。おお、進めました。セーブはとてもしにくい位置にあります。さて、なんだかごちゃごちゃしたところにやってきました。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、ジャンプするたびに灰色の足場は通れたり通れなくなったりするみたいです。そして今私が何をしているのかというと、隠し通路がないかを確認しているのです。決して鬼畜ゲーのやりすぎでおかしくなったり、自暴自棄になったりしているわけではないのでご了承ください。ということで隠し通路チェックもしたので、右の通路を進みましょう。このマップは、先に進むための道が赤いブロックによって塞がれています。なのでまずは、あのブロックを消す必要がありますね。おそらく、上のバツ印のパネルが、ブロックを消すためのスイッチになっているのだと思います。ということでバツ印の場所まで行ってみましょう。はい、お分かりいただけただろうか。赤いブロックが消えましたね。これで先に進むことができそうです。結構凝ったギミックなので、この先もまた登場したりするかもしれませんね。そしてここですっぽり収まるポリンキーが可愛いと思いました。惜しい。画面の上の方だけなのでちょっと操作しづらいマップですね。この先はどうなってたっけ？うわぁ。伝統芸能マップ移動に合わせて針を置いといたぜ。そんな伝統芸二度と出土しないように埋めておいてください。もしくはマリアナ海峡の海底に沈めておいてください。と、そんなこんなであとちょっとのところまで来ました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ギミック盛りだくさんのマップでしたが、なんとか突破することができました。もはやメタルギアは関係ないとか言っちゃダメですぞー。お、ワークポイントがありますね。ワークポイントがあるってことは、ここが最深部かな？この奥に、新型兵器が眠っているというのでしょうか。この配置は、まさか。
うわー、今回の宝箱みたいに一度取り逃すともう取れないような、いわゆる次元アイテムってよくあると思うんですが、あれは何のためにあるんでしょうか。夢の世界でドロップする炎の剣とか？もう取り返しがつかないことを知った時の、がっかりを超えるプレイヤーにとっての嬉しいことってあるんでしょうか。武道会で弾に投げつけられるアルルの花嫁衣装とか？せめて取り逃しても、ゲームクリア後に、後からコンプリートできるようにしてもらえたらみんなハッピーだと思います。少数点以下の確率で盗める源氏シリーズとか？あ、それはちょっと違うかもしれない。ということで、次回アイワナビーザボッシーをゆっくり実況。第20話、実家。次回もゆっくりお楽しみに。チャンネルでは、この他にもいろいろな動画を作っています。もしよろしければ、見ていってくださいねー。よかったら、グッドボタン、コメントももらえると嬉しいですー。ゆっくり実況の、ルキミンでした。またねー。